リーフ。アクセルを踏み込んだ瞬間、一気に加速する EV ならではの、俊敏な加速レスポンスを、一段と、研ぎ澄ませました。さらにリニアなハンドリング性能や、静粛性など EV の、特性をフルに活かして、車としてのレベルを、トータルに高めています。その上で最高出力を、高めた日産リーフ、E プラス 60kW、バッテリー。搭載車では高速域でより余裕のある、加速が楽しめます。日産リーフは、EV ならではの走りを生む、パワートレインをさらに進化。新型パワーモジュールによる、モーター駆動電流の増加と、新型プロセッサーによる、最新の制御技術を、導入。高効率化と高出力化により、回転し始めから急峻なトルクを、発生させることでダイレクトかつ、クイックな EV 特有の、加速性能をさらに磨き上げました。さらに、インテリジェント、ライドコントロール、車体振動抑制システムは、車体の上下の動きを予測しモーター、駆動力を制御することで、凸凹道などでの車体振動を、低減、乗り心地と安心感の、向上を実現しています。低重心レイアウトと光合成ボディとが、相まってハンドリングへの、応答性を向上。さらにインテリジェント、トレースコントロール、コーナリング安定性向上システムの採用によりコーナリング時に4輪それぞれのブレーキを制御することでより滑らかで安心感の高いコーナリングを実現します。アクセルペダルだけで運転するという選択肢があることを想像してみよう。瞬時に加速するときは強く踏み込み、緩めればブレーキペダルを踏んだように確実に減速し、さらに停止までする。ストップ&ゴーを繰り返す。街中でのイージードライビングは、もちろんワインディングなどでは、メリハリの効いた加減速による、スポーティなドライビングを、満喫できます。街中の走行で頻繁に、繰り返す渋滞や信号での、アクセルペダルとブレーキペダルの、踏み替え頻度が減って楽に、運転することができます。E、ペダルはアクセルペダルの、戻すときに、一般的なブレーキングと同等の減速感、最大 0.2G を発生前走車との車間距離調整も信号や坂道での減速&停止もアクセルペダルだけのイージードライビングを実現しています。EV ならではの優れたレスポンスと加速感、ブレーキペダルを踏んだ場合と同等の減速感最大 0.2G を発揮、昇格なモーター制御により坂道での減速もスムーズ。停止後は自動的に油圧ブレーキを作動させ、停止状態を保持上り坂、下り坂とも、約 30% 勾配まで停止保持が可能。一般車と同様に減速時と停止時に点灯。高速道路での単調な渋滞走行と、長時間の走行。高速道路で負担を感じる2台シーンで、アクセルブレーキ、ステアリング操作を車が、サポート、高速走行におけるドライバーの負担を軽減します。さらに制御の最適化でよりドライバーの感覚に近づけました。前を走行する車をモニターし、日産リーフがアクセル、ブレーキをコントロールして前の車との車間距離を保つ手助けをします。白線をモニターし、日産リーフがステアリングをコントロール、直線道路はもちろん、カーブにおいても、走行車線の中央を走行する手助けをします。メーター画面は航続距離の一例、お客様の走行条件により変動します。